マージアルサファーの戦いあるいはシャカブの戦いは1303年4月20日から22日にかけてに起こったイスラムのマムルーク朝とモンゴルのイルハン朝及びその属国アルメニアとの間でシリアのすぐ南のアルキスワで起こった戦いとして知られている。戦いはモンゴル軍の惨憺たる敗北に終わり火山藩率いるイルハン朝のシリア侵入に終止符を打った。 モンゴル軍団の勝利の連鎖は、彼らがホラズムに侵入した1218年から始まり、芝叩く間に大部分のペルシア並びに小アジアのルームセル獣ク町をモンゴル人に統制下に収めた。統治下の属国の軍も編入し、1258年にバクダードを攻略すると、続く1260年にはアレッポとダマスカスを占領した。同年後半、モンゴル軍は、 アインジャールートの戦いで彼らにとって最初の大きな敗北を経験した。その結果、モンゴル軍はダマスカスとアレッポから追い出され、ユーフラテス川流域まで後退することとなった。約40年後、イルハン国のガザンはシリアを再侵略し、1299年にアレッポを取り戻した。ガザンは同年第三次ホムスの戦いでマムルーク軍を破り、 ダマスカスは速やかに降伏した。ガザの近辺まで襲撃部隊を南下させた後、ガザンはシリアから撤退した。1303年、ガザンはシリアを奪還するためにクトルグシャー率いる軍を派遣した。アレッポとホムスの住民や統治者は、モンゴル軍の侵攻から逃れるために、ダマスカスへと逃げた。しかし、マムルーク町のムザファルバイバルスは、ダマスカスにあって、 モンゴル軍と戦うための援軍要請としてエジプト本国のスルタンにメッセージを送った。スルタンはシリアからモンゴル軍を撤退させるために軍を率いてエジプトを出発し、モンゴル軍がハマス攻撃を行う頃にダマスカスに到着した。モンゴル軍はスルタンの軍と接触するため進軍し、4月19日にダマスカス郊外に着いた。そしてマムルーク軍は マージアルサファーの平野へと進み、海戦の舞台が整った。戦いはイスラム歴の702年のラマダーン月2日に始まった。モンゴル軍のクトルグシャーの部隊は川の近くに陣を張った。クトルグシャー軍の左翼1万人の旅団からマムルーク軍右翼への攻撃によって海戦の火蓋が切られた。この攻撃でマムルーク軍は大きな損害を出したと伝えられている。 その後、ムザファルバイバルス率いるマムルーク軍中央と首長サラーが率いるマムルーク軍に従軍していたベドウィン族非正規軍の左翼がモンゴル軍に攻勢をかけた。モンゴル軍はエジプト軍右側面への圧迫を続けた。マムルーク軍兵士の多くが戦線がすぐに崩れてしまうのではないかと考えたが、マムルーク軍の左翼は安定したままだった。この時、クトルグシャーは 近くの丘の頂上に登り、戦況を確認しつつ、勝利を確信しようと試みた。彼が丘の上から軍に命令を出す間に、マムルーク軍は丘を包囲することに成功した。ここで、激しい戦闘が起こり、モンゴル軍は丘で多くの死傷者を出して苦戦に陥った。翌朝、マムルーク軍は、モンゴル軍が、ワジアラム川方面へ逃がすために戦線を故意に開いた。 モンゴル軍は戦線にできた穴から川へと撤退し、ようやく後人と合流し一息つくことができた。しかし、モンゴル軍が兵士と牙のために、物資補給と水の補給を行っている間に、マムルーク軍が追撃をかけた。正午まで続いた戦闘は、残虐な殺戮へと変わった。翌日までに、すべての戦いが終わった。中世エジプトの歴史家アルマクリーズイによると、 この戦いの後、クトルグシャーは彼に、彼の軍隊の敗北を知らせるために、クシュフのイルハンチョウ君主ガザンに越見した。ガザンは敗戦の方に接するや撃土し、憤害のあまり鼻血を出したと伝えられている。一方、マムルーク朝では勝利の方は、エジプト本国とダマスカスに送られ、スルタンはダマスカスへ入場した。スルタンがダマスカスにいる間、マムルーク軍はカリア団まで、 モンゴル軍を追撃した。スルタンがカイロに凱旋した時、彼は鎖で繋がれた捕虜と共にナスルモンから入場した。この大勝利を祝うため、エジプト中の歌手とダンサーが集められた。宮城は装飾され、祝賀は何日も続いた。ありがとうございます。